帝国データバンクが行った県内企業の今年の景気見通しに対する意識調査によると回復局面にあると回答した企業は全体の10.7%で前回の調査より0.4ポイント減って2年連続で低下しました反対に悪化すると回答した企業は全体のおよそ24%で前年並みでした。懸念材料としては 原油・素材価格の上昇がおよそ60%で最も高く2位の人手不足は前の年の25%から41%と急増しました景気回復に必要な政策でも人手不足の解消が43.6%でトップとなっています悪化が回復を上回るのは2年連続となり依然として厳しい見通しが続いています